1900年頃の公安軍のアフリカ人、平行安軍は、コンゴ自由国支配のために1885年に創設されたベルギーのレオポルド2世の施設軍で警察を兼ねた。総督のカミー・ユコ・クラットの下で組織され、そのまま、ベルギー領、コンゴ軍、コンゴ共和国軍となった。設立当初から廃止まで、ベルギー正規軍出身者と、その他の国出身のいずれも、 白人の将校が指揮し、アフリカ人兵が戦う形であったが一部のアフリカ人は、ある程度まで昇進する場合もあった。コンゴ兵は多民族混成であり、上、コンゴの戦士出身者が多かった。その他に、ザンジバルや西アフリカから連れてこられた者たちもいた。公安軍の任務は、 今後自由国を守り、アラブ人の奴隷交易者を倒すことであると宣伝されたが、実際には、ヘンリー・モートン・スタンリーの探検自体がティップティプラ、アラブ系奴隷交易者の力を借りたものであり、レオポルドはティップから解放の名目で奴隷を購入し、実際には、公安軍で4年働かせる傘もなくば、出身の村まで誘拐主代わりの子供を連れてこさせた。 カトリック教会も奴隷制に近い形で兵士の養成に関わった。公安軍の実際の主要任務は、今後住民に、ファンボと呼ばれたカバの皮紐で作られたムチを振るって、ゴム生産と増毛狩りの労働を強要することであった。すべての今後人が50から100のムチを受け、20を下回ることはなかったと言われ、死者も出た。公安軍は夫を働かせるために女性を人質にし、 時折暴行した。多くの村に火がかけられ、多くの虐待のうちで有名なのは、弾薬費用の証明として、死体の手が使われたことだった。1892年から1894年には、上、コンゴで、フランシス・ダニスの部隊により本来の任務である、アラブス・ワヒリジュン・ドレイ交易者との戦闘も行われた。1895年には、ルルアブルクで、 テテラ族の放棄が鎮圧され、1897年には、ルイ・ナポレオン・シャルタンの部隊が、ラドトビチを占領した。1897年から1898年には、ウビラ、1900年には、新カカザトリデで、テテラ族の放棄が鎮圧された。エドモンド・モレルの告発を受け国際的非難を浴びると、今後自由国は、ベルギー領今後に改められた。 東アフリカ戦役ベルギー領コンゴとなると、公安軍は21の中隊に再編され、兵数は、砲兵と工兵を含め12,100人に上った。それらの中隊名は、ある意味、バンガラ、定地、コンゴ、赤道、滝、イトリ、火災、クアンゴ、レオポルドニセイコ、ルアラバ、ルロンゴ、マクラカス、マクアボモカリ、ポンチエビル、ルビ、ルジジキブ、 スタンリーだきスタンリー子ウバンに、ウエレビリである。2400人以上を収容する6つの訓練キャンプも設けられた。1中隊600人前後となったが、軍事的能力は乏しかった。行政中隊には150人の一辺境中隊が当てられ、辺境中隊及び野戦中隊ごとに4人のベルギー人将校がつき、 自由国時代のヨーロッパ人傭兵将校と入れ替わった。2875人からなるカタンガ部隊は6中隊からなる反独立部隊とされ、4辺境中隊と2不評中隊、1自転車中隊と大隊本部が置かれた。砲兵公兵中隊が今後が川口のボマトリデに置かれた。ボマトリデには8門の 160mm 砲と200人の 兵が備えられたが実戦で活動することはほとんどなかった。1914年時点でカタンガ部隊を含めた兵数は約1万7000人でポストと呼ばれる拠点を中心に警察活動を行った。カタンガのみは3大隊に編成された。装備は単発式の1 1トルのアルビン移住であった。軍服は青の制服に赤の襟巻きとフェーズと呼ばれる帽子に サッシュと呼ばれる布ベルトであった。この服装は1915年から1917年にカーキ色のものに変えられるまで自由国時代から変更されなかった。入隊期間は7年とされた。訓練を受けていたが典型的植民地軍となった。第一次世界大戦時にはベルギーは連合国側に遅れて参戦し、公安軍はベルギー植民地軍として15大隊からなる。 キブ、ルジジ、タンガニ以下の三旅団に編成され、アフリカ戦線に加わり、カメルーン、ドイツ領東アフリカに進行した。ドラポー守備隊、ソシエテデゲイグロフィ、1928第2次、世界大戦にも連合国側で、東アフリカ戦線及び、中東方面へ参戦した。評判の悪いムチが廃止されたのは1955年で、1959年公安軍の、 領域警備部隊から独立して憲兵隊が設けられた。今後共和国独立時に軍事部門は白人将校を除退させ、今後国民軍に再編成されたが、公安軍の構造上の将校不足のため独立時の将校は20名のみで、将校要請が急務であった。独立から5日後の1960年7月5日に今後動乱となった。 ベルギー人のエミール・ジャンセン中将が、今後人兵に独立しても彼らの立場が変わらないと演説したために兵士が、ベルギー人を攻撃したことから始まった。ありがとうございます。